こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。ピローニとかいろいろいるな。さあ、今回は9位のホルティール浜松戦です。3連戦の最後ですね。N2 を1位で、勝ち上がったばっかりのチームです。ここはしっかり、勝っていきたいと思います。クラリス、みゆきに代わってジャネット、エリカかな。ワントップ狙っていきましょう。ワントップは結構強い。さあ、相手ホームです。勝率も意外とそんなにいかないですね。油断は禁物ですよ。君ならできる、幸子。さあ、キックオフ。なんか世間ではラグビーがすごいことになってますが、サッカーもすごい。お、選手権をちゃんと、これ取り切れなかったのは痛い。お、ファールか。あー、残念。イエローだ、サチコ。無理やり突っ込んだ。しかし、くるみが取りましたね。くるみうまい。さあ、ここはエリカだが、これは決まらない。エリ、くるみ、いいスピードで追っかけます。ナイス、エリカ。さあ、センタリング飛び込めない。堅い守備に阻まれております。くるみがセンタリングだ。さあ、飛び込めないよ。守備のとにかく硬いチームですよね。ここでワンチャンスで1点取られたらちょっと嫌だな。夏木がキャッチです。おっと？気をつけろ。課題をいただいております。前に出した。さあ、これを追っかけていく。キーパー、これはさすがに、キープしました。さあ、ピンチだ。あーっと、与えてしまった、ペナルティーキックを。あー、入れられてしまった。先取点を許しました。申し訳ない。エンリケに決められましたね。ちなみにもう疲れが溜まってます。早めに交代をしないといけないです。さよに、ゴクライスに変えましょう。守備が硬いチームですよね、必要以上に。おっと、うまくいかない。逆にピンチを招く。ファールが不用意にしないでほしい。さあ、うまくジャネットに渡しましたが、これ、
簡単に取られてしまいます。さあ外へ、もうほとんど時間はないです。前半ここで前半終了。平に変えていきます。守備をもうちょっと様子を見ましょう。このゲーム中断が大事です。さあ夏木がキャッチ。夏木って考えてみや、男女ともに使いますね。さあ、マドカ、結構早いぞ、これ。奈々子、起動点。少し、雲行きが明るくなりました。マドカがセンタリング、これを奈々子がしっかり決めました。さあどうするかですね。カナ、萌え、リオ。萌えはちょっと疲れが溜まっている。学び美穂だが、ま、リオを学びに変えます。お互い守備固めを優先的に行いましたね。答え枠は使い切っちゃいましたね。 OK、 ヒラリー、エリカ、うーんと流れた。外に出ました。ファールです。おっと、どうしたんだ、ヒラリー。おー、怪我です。なんと、悲しい。これって実質、嘘でしょ ?10 対1で、ハンデキャップみたいな形で戦わなきゃならないってことですか?くるみも疲れてますね。お、取りましたね。くるみ。くるみ、恨みは果たしてくれ。あーっと、余計な、そのまま突き入ってしまった方が良かったのに。エリック研究超えられますが、ファールではないです。ノーホイッスル。さあ、もうほとんど時間がないぞ。一気に速攻で決めてほしい。それは。シュート。試合終了ですね。1対1、同点に終わりました。先制を決められてしまいます。これを後半、奈々子がマドカのクロスを決めて嫌な空気を吹っ飛びたかに見えました。とピンチは続きますが、これは振り切りまして、そして後半31分、いやいや、慌てた宮地が、これでヒラリーが怪我をして退場。実情10対11、ハンデキャップマッチを迫らされます。
結局決定打が出ずに、勝てませんでした。同点で試合終わりました。好きだと思います。はい、皆さんのご支援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。